社会福祉法人恩師財団母子愛育会総合母子保健センター愛育病院は東京都港区芝浦にある医療機関産婦人科、小児科、新生児科を中心とした中産期の専門病院である愛育病院は1934年に秋人新納の出産を記念し昭和天皇より受けた貸金をもとに作られた恩師財団母子愛育会によって 1938年に開設された。現在の設置者は、社会福祉法人恩師財団母子愛育会であり、総裁を、文人新納彦子に衰退している。1986年3月8日に、のり人新引彦子が、都合女王を出産したのを、はじめ、2006年9月6日には、母子愛育会の現総裁である、文人新納彦子が、 久人新農を出産した。また、都内の出産事情においては、聖路加国際病院、産農病院とともに、ブランド出産を三夜の一つとされている。2015年2月に、東京都港区南麻布5丁目6番8号から、現在の所在地である、東京都港区芝浦へ移転した。以前の施設は、愛育ク,クリニックとして、診療を継続しており、敷地内には、 愛育幼稚園等が設置されている。診療科は、小児科、産婦人科、新生児科、麻酔科、小児外科、小児精神科、女性内科、女性外科、放射線科、女性ドック。病床数は160床。2014年の分娩数は1781件。出産に関する医療に専門的に取り組んでおり、特に、 妊娠後期から新生児早期までの周産企業では全国有数の施設を備えている。1999年には新生児集中治療室や母体、胎児集中治療室も整備し、東京都から周産企業の専門病院として地域で中心的な役割を担う総合周産規模子医療センターの指定を受けるなど最先端設備によって リスクの高い出産への対応も可能である。自然なお産を方針に掲げており、産後の母体の回復を見てできるだけ早期に母子同室とするなどの特色がある。括弧内は在籍当時の代表的な役職、配分以降はその他の代表的な役職を示す。母子愛育会の歩み本人で出産した女性たちの出産事情や生活レベルをルポした書籍に、 愛育ママの秘密がある。愛育病院移転整備について施設紹介。病院移転整備について。愛育病院。2015年3月7日閲覧。ありがとうございます。